こんにちは、ズイフーさんです。今日は元光源氏の内海光司さんの運勢を見ていきたいと思います。独身だということでね、なんで結婚しないんだとね、いう疑問がね、皆さんおありのようです。なんでなんだろうなとね、いうことでパッとこう見てみました。パッと見た瞬間、大裏のお慶を探してるんですねとね、いうことで、幕末のね、大商人、大裏のお慶、数々のね、幕末の志士を援助しました。大隈重信さんも三助だったっていうぐらいですからね、相当な除血というね、ことでもあり、一晩でも男を欠かせない、ということでね、英雄色を好むじゃないですけどね、やっぱりそういう、まあ前澤さんしかり、紀州のドンファンしかりね、やっぱり仕事ができるとか、金持ちだとか、バリバリやる人っていうのは、その恋愛の方もね、ご盛んだとこういうことなんですよね。ですから、まあ非常にそういう人をこう求めてるんだなっていうね、ことを思うわけなんですけども、なかなかいないですよね、そういう人ってね。ああ、だから大浦お慶さんみたいな人を探すっていうと、誰なんだろうなっていうね、ことをね、思うわけです。ですから、噂の上がってるその北島真美さん、北島麻衣さんではなくて真美さんでね、ここは ちょっとまどろっこしいんですけどね、北島真美さんというね、元宝塚の男役の方というね、方と噂があったりとか、二階堂ふみさんと噂があったりと、二階堂ふみさんはね、そのなんか内海さんのファンでいろんなグッズとか集めてたっていうね、そういう話なんですよね。そんなことでね、2人の名前が上がってきてますけどもね、2人とも大浦の OK なのかなみたいなね、ことは、考えてしまいます。大浦の OK ね、そしてやっぱりこう神出鬼没ね、常にこう、まあ、飛び回ってるようなね、そういう女性、やっぱ桜井君と同じなんですよね。その7室の支配性3室に飛んでますんでね、頭のいい人、千夜一夜物語ね、世界であったいろんな面白いことをね、いつもね、寝物語で聞かせてくれるっていうね、そういう、女性を求めてますということなんですよね。ですから、そういった意味で女子アナのね、リスト用意みたいなね、こと言ってましたけどね、おとと、ちょっと前にね、頭のいい女子アナの名簿用意みたいなね、言ってます。だから女子アナっていう線もあるわけです、要するにね。で、パートナーはおしゃべりね、もしかしたら自分はあんまり喋らない人かもしれないんでね、それはパートナー、ということだと思います。ですから、まあ非常にね、まあお相手としては変わった知識を持っているね、一風変わった知識を持っている、一風変わった知識、そのね、明治の、まあ江戸時代の終わり、明治の初めにね、持ってなければね、大浦のお慶さんはそういう商売はね、できなかっただろうとこういうことでございますよね。ということでね、まず月もすごいんでね、グランドクロスなんですよね、これね。このグランドクロスとグランドトライン、2つ持ってるんです、月を中心にね。カイトも持ってますっていうね、ものすごい人だなみたいなね、ことで、こうなるとね、やっぱり女性に対するその要求ってやっぱ大きくなると、いうことで、4つのグランドクロス、4つの矛盾点というのがあります。ね、まず月が十七に入りますんでね、この方にとってはこういう関係非常に大事、
友達いないと死んじゃいますみたいなね そんなような人ですんで、こういう関係大事でも、二質の木星、友達関係ね、維持していくにはお金がかかる。そして8質火星、ね、これはジャニーズ、ね、ジャニーズで東山呼んできてよって、ね、なかなか無理なんだよ、押し付けな ね、言われてね、ジャニーズにもちょっと無理を言ってしまうってね、矛盾。で、陽質、海王星ね。これやっぱりその自分の出が良くないとかっていうね、こう意味もありますんでね、自分の家庭とかっていうね、意味もあります。ですから、なんでこんな家に生まれてしまったんだろうとかね、もっと違うね、金持ちのあの子の家の方がいいじゃないかみたいなね、多いんですけど、まあ実は選んできたのはあなたなんですよと、ね、いうことで、神は平等を嫌うということで、最初のスタートはあなたはひどいところから、ね、ひどい環境から始まるんですよっていうね、そういうようなこと、ね、ですからまあ時々その地元、ね、生まれ故郷、ね、そういったところがちょっと足を引っ張ったりするっていうのもあります。海王星なんでね、陽質海王星なんで、それはもう多くを求めすぎかもしれませんけどね、違うんだよなみたいなね、ことで感じるわけです。その4つの矛盾、それを一つ一つ、お金儲けはお金儲け、ジャニーズはジャニーズ、友達関係は友達関係、家庭は家庭というふうにね、もうしっかり区別して、やっていく、そういうまあ、使い分けの練習のためにこういう運勢を持って生まれてきたんだなっていうね、ことは思います。ね、ですからまあ、時としてね、なんだろう、いい人だなとっていうか、いい人っていう感じではない。ね、いい人ではない。ね、いい人ではないけどね。で、まあ、例えばその、友達関係全て OK ってわけじゃなくてね、いや、もう仕事のジャニーズがあるから行くとかね、お金儲けもあるからね、ちょっとここはもう、ね、僕は12時でおいとまするんだってピタッと終わって帰る、もう友達関係はもう12時まで、ね、12時まででピタッとお酒やめて帰って明日の準備をするとかね、そういうことだと思う。それをなんか朝まで飲んじゃったとかね、二日酔いで仕事行っちゃったとかっていうとまずいとこういうわけですよね。ですからそういったことをきちんと一つ一つ分けていく、いうことですよね。ですからね、なかなかこの辺どうやって使い分けしてんのかなっていうところがやっぱ注目ですね。で、まあ、こういうグランドトライン、まあ、グランドトラインは3質天王星、ね、6質太陽、水星。まあ、10質の月ということなんですけどね。3質っていうのはまあ7質から来てる天王星なんでね。これはもちろん、お相手ということになりますね。お相手とその友達関係っていうのは、まあ、スムーズに、調和してると。で、6質っていうのはやっぱ鍛える部屋だったりとか、雇用。だから仕事に対してはその要求されたものに対しては応えていくっていう、そういう能力が高いということにね、なると思います。5質金星、まあ子供運も見るんですけども、その5質金星、子供さんおらないということなんでね、これは投資とか芸術芸能ということになります。ですからまあ芸能人ですからね、その芸術芸能で、使われてると。まあ、歌手、俳優ですのでね、そちらの方でやっているということですよね。あんまりここ強すぎるとね、恋愛王みたいになってきますんでね、なんですよ、斎藤由貴さんみたいな、斎藤由貴さん強かったですよね、ご質ね。もうその抑えきれないっていう、その欲求、ね、衝動っていうのはありますんでね、より注目を集めてくる。
いうことになると思います。で、休日土星、休日土星、これはまあじっくりと生涯学習センターみたいなね、生涯を通して勉強していくんだよと。で、これからね、やっぱり50代になって外国に縁があると、何か教えるようになるとこういうことをね示していると思います。あと二室には冥王星も入ってますんでね、これも非常にお金ね稼ぐ力ものすごいある方だと思いますけど、まあでもね、これはいろんなところに使っちゃうとね、友達関係に使っちゃうとかね、あるいはこう家庭ですから、まあ子役ね、子役が親が出てきてね、お金もらっていくみたいなね、そういう話よく聞くわけですよね。で、子供が成功すると親がやってきてね、借金のある親がやってきてね、ちょっとお金を貸せとお金をちょうだいということで来たりとかね、いろんなケースがあるわけですよね。ですのでね、そことのやっぱりバランス、ね、そことの調節ということですよね。ですからまあそこのところはその矢沢ってことになりますね。長屋ね、おばあちゃんに育てられる、ね、貧乏生活、ね、長屋の惨めな生活、ね、とかってあるんですよね、いろんなケースがね、ですからまあその辺ね、どうなんだろうと、いうことです。まあ十天体ね、こうやって見てみるとどうなんだろうなっていうね、まあ太陽はね、あの小三角で、まあ非常に安定しているし、ジャニーズの中でもね、一目置かれている、存在であることはね間違いないなと思います。太陽はね、やっぱりこうあんまりアスペクトなかったりとか、ハードアスペクトだらけだったりとかね、すると同じ同性からね、舐められてしまうみたいなねところはあるし、まあ逆にそれでね仕事やってる人もね、タモリさんそうですよね、タモリさんなんかもう太陽にアスペクトあまりないんでね、大物かなりの大御所なんだけど、なんかみんな気軽に話しかけることができるんで、だからそれがもうテレフォンショッキングね、笑っていいと思う、ね、ずっと続けてきた、続けられた能力ということに変わってるということだと思います。はい、そして小惑星感受点ね、見てみましょう。九室ヘッド入ります。九室ヘッド入りますんでね、でしかも MC にやっぱり近い、MC に近いですよね。もうほとんど MC に合してる、ですからまあ芸能人でやっていくというね、能力っていうのはまあ恵まれてるということ、自分がね、有名になろうと、ね、仕事で頑張ろう、キャリア上げとこう、そういうふうに考えるならばね、もういくらでも天は味方してくれるということだと思います。逆にね、なんか地元とか、地元に帰るとなんかげっそりするんだよっていうね方とかいますよね。元気なくなる人とかね、います、ね、で地元のその貧困な でその親戚、もう親戚も全部もうダメなんだよみたいなことを言ってる人とかね、カスばっかだよみたいなこと言ってて、ね、いやそんなことないと思いますよとか、まあ官邸で言ってますけどね、そっちの方に目を向けるとね、じゃ親戚頼ろうとか、一族頼ろうとかね、あの家庭をね、その自分実家頼ろうとかね、あまりそういうこと考えてると、ちょっと元気なくなってきて、だんだん惨めな気持ちになったりとかっていうね、
いう人もたくさんいるわけですね。ですからあんまりそっちの方は、まあ考えなくて、自分の仕事とかキャリアとかそっちの方をね、考えるという方がね、よろしいということですよね。いいものを引き寄せてくる。そして反対のね、陽室にはセレスとジュノもありますから、まあ疲れた時は帰っておいでっていうね、ことですよ。だからやっぱり疲れたら、まあやっぱり帰るところっていうのはその地元だったりっていうね、ことだったと思います。自分の家庭だったりとかね、お父さんお母さんとか今日ね、兄弟とか、そういったところだと思います。それがまあ成長もさせるんだけども、あるいは足を引っ張るっていう部分もあるしね、まあ複雑だと思います。で、まあこういう方ね、そう、こういう方はね、あれなんですよね、なんかね、汚いね、なんか居酒屋とか好きなんですよね。なんかあんまり綺麗なね、お店とかじゃなくてね、なんか汚いね、掘っ立て小屋みたいな、もつ焼き屋とかね、なんかそういうところをね、好んでね、ここ入るんですかみたいな、ここがうまいんだよみたいなね、感じで、レトロな雰囲気のするね、昭和の匂いがするような、寅さんみたいなね、そういう居酒屋、とかね、お店、入るの好きな人多いなーって、ね、ああ、こういう運勢だと、こういうのを好むんだみたいなね。屋台のおでん屋とかね、入ろうって言いますからね。本当に入るんですかみたいな。まあ、雰囲気があるとか、風情があるとか、そういうね、昔懐かしい日本の風景みたいな。プラモデルでありますよね。おでんの屋台とかね、お団子屋さんとかね。そういうようなものがこう好きだったり、箱庭とかね、そういうのも好きだったりとかね、する人多いですよね。五室にはパド・オブ・フォーチューンとバテックスね、入ってきますんでね。やっぱりこう、舞台とかやっぱやってる方なんですかね、舞台とかね。あるいはその、歌、あるいは芝居、ね、そういうようなお部屋なんでね。そこではもうかなり、頼られる、ね、頼られる存在である。そして、思わぬラッキーというのはね、思わぬボーナス、ね、そこでもらえるわけです。思わぬ評価をもらったりとかね、するわけですから、まあそこの部分は非常に有利ですということですよね。で、反対にはアンチバーテックス、重室に入りますんでね。なんかね、あれですよね。誰かのサインをもらってきてくれとかね、なんかね、そういうの頼まれ事多い方なんでしょうね。東山のなんかサインもらってこいとかね、東山さん忙しいんですよみたいな、ことでね、もうなんだって言って、もうしょうがねえなって言ってね、東山さんもね、サインをくれたりとかしてね、あ、大変だなと、ね、いうことは思います。だからまあ友達関係っていうのはね、あんまりこう大風呂敷敷いてもちょっとね、それは矛盾してくるっていうことですよね。そして六室ベスタと、いうことですね。そのベスタ14度、水瓶14度、ね、で7室水瓶8度ということなんでね、6室と7室の、まあ、境目ぐらいということなんでね、自分自身がやっぱ使えるね、だからキムタクさんが出演者だとか監督とか、その会社がどういったことを自分にね期待してるのかと、それに応えたいと、そういう能力ですよね。それが六室ということ、要求されたことをやって、要求された仕事をやっていく、この映画ではね、どうなんだと、こういうふうに演じてもらいたい、ね、それをもう忠実にねやっ
そこでまあ非常にね、まあ何でも言うことを聞いてくれ、それに関しては言うことを聞いてくれる人がねたくさんこう現れてくるわけですから、忠実にやった方がいいということですよね。ですからまあこれはもう桜井翔くんと全く逆でね、桜井翔くんの場合自分をバン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 ね出していって突き進んでいった方がいい運勢なんですけど、内海さんの場合ね相手から要求される、そういったことをやっていくっていうね、そういう受け身の運勢であるということですよね。キロン休室、ですからまあ外国に行ってもいいかなと、外国のことを扱ってもいいのかなとこういうことは思いますよね。ですからしかも土星がねやっぱりありますんで、まあ50代ですよね、50代外国のお芝居とかねリメイク版とかね、外国に関することやって大吉な運勢だと。もちろん外国行ってもいいですよね。そして十室リリースということでね、 MC リリースね、桜井翔くんアセンダントのリリース、非常にまあ人気があるアイドルとしてね、新垣結衣さん楽器ね、アセンダントにリリース、なぜか色気がある人気があるんですよ。でまあこれ MC リリースなんでね、自分自身じゃなくて、その業界っていうね、華やかな業界っていうねことですよね。まあローラースケート履いてかっこよくねやっている、それはまあセクシーということになります。まあそんなことで、まあざっと見るとこんな感じですよね。でまあ天体配列見ていきたいと思います。天体配列ね、じゃあその惑星の10人がいてね、10天体責任者誰か、誰もいないね、ファイナルディスポジターがないというね、言い方をしますが、誰も責任を取らないみんな責任をなすりつけ合って、いや僕じゃありませんみたいな、ね、ダチョウ倶楽部みたいな、ね、どうぞどうぞどうぞみたいなねはい僕やります僕やりますどうぞみたいな、ね、そんな感じで、火地風水、火が2、地が5、風1、水2、地がね非常に強い、ですんでねやっぱ風が少ないんで風を多く持った人、二階堂さん、あるいは、ね、北島真美さん、ね、風、多く持ってると、うん、相互補完できるかな、情報ですよね。だからこういう方ってやっぱりその情報を持ってる人と、いつも行動しているっていうね、そういうまあでもその人からしか情報を得ないみたいな、出島ですかみたいな、よくね長崎の出島ですかみたいなことを言ってますけどね、そういうやり方してたりする人多いですよね。活動不動柔軟、活動2不動1柔軟6、ね、ですからまあ調整力のある、ね、柔軟球6、ね、ですけどやっぱ責任取らない、ね、殿ごけちよみたいなね、小早川秀明状態みたいなこと言ってますけどねいつもねあうあうしてね、だからやっぱり総理にならない小沢一郎さんとかね、なってもね麻生さんみたいな支持率、低いですみたいなね、方だから、なんでかっていうと麻生さんにしても ね民主党さんが全部悪い人のせいにするとかね、責任を取らない、僕は悪くないんですよみたいなね悪いのは全部民主党さんなんですよみたいな、まあそういったことでね、ナンバーワンになるよりもね、サブで頑張ってる、幹事長で頑張る小沢さん、だから総理大臣にならない、ね
サブでは幹事長としてね、頑張っていく、ね、そういう方が能力を発揮できるってことですよね。黒田官兵衛ですかみたいなね、うん、竹中半兵衛ですか、黒田官兵衛ですかみたいなねそんな感じですよね、うん、トップではないということです。そして男女比3対7で、女性的、70% 女性ということですね。ということですね。まあ、ざっと読んでみましたけどね。でもうちょっとね、そのウィキペディアとか見てね、話をするんですけど、あまりね、情報今回なかったんでね。うん、もうちょっと情報あればね、もっと落とし込んで、こう、あ、これに使ってるんだ、この人はこれをこれに使ってるんだってね、なんか納得するんですけど、あんまりないとね、瑞風さんのその想像みたいな感じでね、話は進んでいくんでね、ちょっとそれは違うぞみたいなね、見当外れだったりするっていうところもあるかもしれません。まあでも、とにかく読んでみようということで、とにかく読んでみました。あとあれですよね、恋愛はまあ非常に金星土星で堅実な恋愛ということでね、あんまり多くはないとね。だから多い、だから北島真美さんと二階堂ふみさんの2人しか名前出てこない、ね、普通アイドルならもっと出てくるでしょうっていう感じですけど、その2人、まあそれはまあ金星土星なんでね、あ、なるほどなって、数は多くないけど、でまあ、月はすごいですよね。で太陽はまあ非常に落ち着いた太陽っていうかね、あげちんです、ね、ということです。だからダウンタウンの松本さん、まっちゃん、ね、太陽は非常にいいんですけど、だからなんか吉本で問題あった時話しに行くのはそのまっちゃんの方、ね、まあ、その代わり月がね、破綻してますんでね篠原涼子さんボコボコにされてね、コントでボコボコに、ちょっとかわいそうでしたけどね、あれであれですね。だ、一部の女子アナとかに嫌われてるのはそういうね部分でもあまりにもね激しすぎる。逆なのは浜ちゃんね、浜ちゃんはその月とか女性にはいいんですよね、女性には優しい、ね、だけど男には厳しいみたいなね、香港さんビンタとか、ね、結構ねきついことやってますよね。だからまあコンビでね、あ、逆なんだみたいなね、うん、役割分担ね、しっかりしてるんだっていうねことがわかるわけです。ですからね、こういうだからそれを考えていくと、まあ、穏やかな人がいいんでしょうね。そういう穏やかっていうか、落ち着いた、うん、女性に優しい方、女性がに優しい方、だから、うん、浜ちゃんの方ですよね、ダウンタウンという浜ちゃんみたいなね、感じでにでいるような人がパートナーとしてバランスいいんじゃないかなっていうことはね思います。逆にね、下げちんみたいな、ね、下げちんみたいな、ね、人はそのこういう方求めてますんでね。ですからまあ上げちんなんでね、うん、下げまんの人がとの人とこう結婚したとしてもそれはフォローしていけるっていう、ね、ことになると思います。はい、水星もね、冥王星と冥王星と天王星豪とトラインですから、これまあ非常にね集中力もあるしね、凄みのあるそういう演技、それはね、まあ、冥王星が示してると思います。で月とトラインなんでね、まあ周りをこう気配り能力なんですよね、結局ね、気配りとかね、整理整頓する能力、ね、月がハ月水星ハードだとね、もうデスクがね
職員室の机の山盛りになってますみたいな。先生、あの書類どこ行ったんですかね。ちょっと待ってって言ってね、3分ぐらいかかってね、あ、これがこれだこれだって言って取り出してくるってね。そういったことで、月彗星、非常にそういった意味ではね、自分自身の生活を整理していく、そういうのが得意な方だと思います。ということでね、読んでみましたけど、またね、何か、もちろんね、その結婚とかっていう話になれば、相性とかやっていきたいと思います。はい、それではチャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。はい、それでは、さよなら。